はい、どうも、クワです。今回もですね、2020年2発目の海外で台湾におります。また台湾ですね。1月も台湾だったんで2回目も台湾です。今回何がしたいかっていうと、3月にね、乃木坂の2期生だけのライブがあるということで、今回の乃木坂動画は台湾で一番人気がある2期生は誰だでございます。まあね、前回台湾公演の際に台湾に来るメンバーで人気アンケートみたいのを路上で撮ったんですけども、今回はせっかくなので2期生だけをまとめた資料を作ってきて、それをですね、まあ人に見せて、台湾では2期生の中で誰が人気があるのかっていうのを見ていきたいと思います。あんまり英語喋れない人とか理由とかあんまり言ってくれないんですけど、まあ、こういう風にね作ってきたので、まあこれでね、指をさしてもらって、誰が可愛いかって、まあ簡単な理由とね合わせて聞いていけたらいいなと思います。で、2期生もね、佐々木琴子とかが付け合わせするから、まあこのメンバーでやるアンケートするのは最後なので、誰が人気あるのか、まあもちろん見た目だけですけど調査していきたいと思います。今回の舞台は台湾の台北ではなく、台湾の台中がメインになります。まあ、もちろん台北でも撮ってるんですけど、まあ、台中でね、誰が人気があるのかやっていきたいと思います。では Who do you think most beautiful in this list? Yeah. Most of you guys. Choose one. This. Why? Cute. Cute? How about you? This. Why? Cute. Cute? Yeah. Any other reason? That's cute? Yes. インタビュー撮ってるんですけど、カメラは嫌だけどマイチュンがいいって言ってくれた人がいました。マイチュンにも1票加えたいと思います。こうね、人が大丈夫だよ。お、reason why? Why? Cute Hair? Face? How about you? Choose one. This. Oh, same?Thank you. 英語のインタビューに比べてあんまりみんな英語を喋れないっていう。Who do you think most beautiful in this list? Korea or Japanese? Japanese. いかがどうですか。Reason why? 我冇理讲，你问我唔好。Reason why? 你为什么？你觉得他为什么最可爱？不知道。He think it's the first impression. So cute. How about you?Yeah. Maybe. This one. Oh, reason why? You like this face? I like the short hair. Short hair? Yeah. Oh, that's why he chooses. Older than her. Thank you, guys. Thank you. Who is the most beautiful, cutest in this list? Center? Yeah, yeah. Why? Reason why? So cute. So cute? Yeah. You like this face? Yeah. Okay. How about you? Oh, why? His style is my favorite. Your favorite? Yeah. Like a style? Yes. Ayane-chan to Ki-chan に1票ずつ入りました。Choose one. This. Reason why? Yeah, your face is so cute. So cute. How about you? Ayane? Why? Hair. A hair? You like this type of hair? Yeah. Alright, thank you guys. Yeah, who do you think most beautiful? Yeah, you too. This one? This one. Reason why? Beautiful. Yeah. Okay, how about you guys? Hinako, why? Do you like a face? Yes. Okay, how about you? this. Juna? Beautiful. How about you? 等一下这个 Rena, why? Here. Here?You like it, ね、結構キーちゃん人気、若い層が今回のインタビュー多くて、中学生とか高校生ぐらいになんかよくインタビューしてる気がします。はい、というわけでアンケートまとめの動画です。乃木坂もね、有名になったもんです。違うな。
乃木坂のねアンケートね2期生だけで今回は調査して9人っていう、まあ、少ない中で調査したんで結構票がまとまったりしました。で1位は誰かっていうと一番人気があったのが、まあ、もう断然ですね、断然でキーちゃんでした。北野日向子でした。まあ、2期生の中でもね、まあ、もちろん可愛い方っていうのもあるんですけど、ボードにした2期生の写真は2期生のライブやるよっていう告知の画像から撮ってきたんですけど、あの写真がもう抜群に可愛かったっていうか、まあ、結構ねでもショートヘアとか顔がタイプとか結構いろんなことを言ってもらってキーちゃんがダントツの1位でした。その後はねミオナとかが続いたんですけど、まあ、キーちゃんのね可愛さですよね。やっぱり台湾人も好きだということでありがとうございます。またね、次は来月は韓国に行くかなと思ってるんでちょっとまだあれですけども、まあ、できたらねそこでもアンケートを取っていきたいなとインタビューしていきたいなと思っております。まあ、別に乃木坂韓国と別に関係ないですけどね、まあ、それ言ってしまえば台湾も関係ないですけど、まあ、取っていけたらいいなと思っております。まあね本当に台湾人の方に本当によくしていただいて、もう前回のこういうアンケート動画でも言ったんですけどかなりねよくしてもらって本当にインタビュー答えてくれてありがとうございます。またこれからもね台湾に来た時にはインタビューしてきますのでまたどこかで会ったらよろしくお願いします。 Thank you Taiwanese people. I really appreciate it to answering my question. I will come back Taiwan someday, like maybe in a year. I teach some guys my YouTube channel. So please let me know if when I'm in Taiwan. So please give me up. I will contact youI will enjoy my life, and you will enjoy your life. Thanks.